カラス山神社は東京都世田谷区の神社。創建年代は不明である。ただ、世田谷漁師木良氏によって創建されたと言われていることから室町時代の創建であると推測される。江戸時代はカラス山村の鎮守であり、明治時代には孫社に劣格している。1932年、これまで白山神社と称していたが、白山御嶽神社に改称した。 1962年、近くの天神社、神明社、稲荷社を合祀し、カラス山神社に改称した。関東大震災朝鮮人虐殺事件を受けて13本の位の木が植えられ、うち4本が山道の両側に現存する。当事件では、カラス山神社からほど近い旧甲州街道で、京王電鉄笹塚車庫の修理に向かっていた。 朝鮮人が地元時警団に襲われ、15名が負傷、1名が死亡した。その後、襲撃した時警団は、カラス山村の13人を含めて殺人罪で起訴された。関東大震災時に虐殺された朝鮮人の遺骨を発掘し追悼する会が1987年に発行した大橋場の後赤中非混流記念のしおりによると、 郷土愛が強く美しく優しい人々が晴れて郷土に戻り、それを関係者一同で記念して植樹したとある。ありがとうございます。